15世紀に描かれた写本作業の創造図写実質は中世ラテン語でスクライルやウリアム、つまり各場所。一般的に中世ヨーロッパの修道院で写本筆者者が写本を作成するために使われた部屋を指す。ただし現代の学術書で使われるスクリプトリアムは物理的な部屋というよりも修道院で共同で書かれたものに使われることが多い。 6世紀、カッシオドルスが南イタリアのビバリウムに修道院を建てたとき、わざわざ写実を作ったのは、彼が写本を集め移し、所蔵しようという目的を持っていたからである。819年から826年にかけて、書かれたザンクトガレンの修道院平面図は、ベネディクト海修道院の設計図であるが、教会本堂の北の一角に、写実と図書館がある。しかし、 この修道院は建造されることはなかった。中世世紀のは、使徒会の使徒修道院母院に、社事室が作られた。12世紀前半になると需要が高まって、室から家に拡張された。1134年、使徒会は、社事室の中での修道士の会話を禁じた。とはいえ、文献、現存する建物、考古学的な出土品のどれをとっても、 写事室はあるにはあったが、稀にしか存在しなかったことを示している。ほとんどの修道院では、写し室は回廊のへこんだところか、修道士の個室でなされていた。戦術した死を修道院でも、後の時代になると、共同で写し筆をするための隔離された部屋はなかったという証拠がある。13世紀、2人以上の人が入れるかはわかりませんが、 という小部屋での写し筆を申し出た修道士たちがいて、それは会から許可された。従来の社事室はおそらく限られた。ある時代、組織内紙は個人が図書館に所蔵するためたくさんの写本を必要としていた時代にのみ存在したのであろう。図書館に写本を収めたら、その部屋を再びそのような仕事のために残しておく必要はなかったはずである。 13世紀の初めには、世俗的な写本店が発達していた。そこで働くプロの筆者者は、写本のための特別の部屋を持っていたかもしれないが、ほとんどの場合は、自分の家の窓際の書物机で仕事をしていた。ありがとうございます。